はい、こんにちは。まーちゃんの沼原です。今日はこちらですね。うん、仮面ライダージョーのデラックスタイムマジーン&オーズライドウォッチです。はい、2018年11月3日本日発売ですね、こちらね。で、今キャンペーンでやってるゲームライドウォッチもゲットできました、はい、これね、すごい行列だった。これ欲しさにすごい行列でびっくりした、うん、はい、じゃあ早速開けて遊んでいく前に黄金の5秒間この間にチャンネル登録やこの動画がいいなと思ったら高評価をお願いします、ね、はい、じゃあ行くよ、せーの。チャンネル登録はここをタッチ、登録されるとグレーに変わるよ。一緒にベルマークもタッチしちゃおう。はい、登録してくれたかな。もしこの動画がいいなと思ったら高評価もお願いしますね、はい、じゃあ早速開けてみましょう。はい、ということでこちらがデラックスタイムマジーンですね、うん、すごいね。ちょっといきなりアップで見せちゃったけど引くよ。はい、このサイズ感ジオと比べてもこんな大きいね。結構大きいね。久しぶりにこんなでかいデラックス玩具が出て嬉しいんだけどね。足1個くらいだね、ジオ。すごいね、うんうん、肩動くでしょ、腕動くでしょ、手首動く、うん、そして股関節動くでしょ、うん、あと膝動くね。足首は動かないんだよね。だってここも動く。あ、本当だ本当だ、なるほどね。腰とか胸は動かないんだけど、なんとね、顔がちょっと動く。そうそうそう、これすごいよ、ね、これすごいね。服できてるよ。だからまさかのこのタイムマジンでライダーキック、うわー、すごいことね。これできちゃうね、うん、これ久しぶりにすごくいいおもちゃじゃないの、うん、ちゃんと劇中再現されて、そう、そこ開いてなんと中に中央が入れられますね、うん、足をこう差し込むような形で入れて、はい、こんな感じでお腹の部分に自由がすっぽり入るようになったんだね、うん、で蓋閉めてくれる。はい、これで登場完了だね。おお、すげえ。なんとね、胸の部分にロボって書いてあるね。もう子供の落書きみたいな感じだね。ロボって書いてありますね。で、この顔パーツはね、ダミーがついてますね、うん、ちょっと外してみてくれる。よいしょ。はい、こんな感じですごくね、薄いライドウォッチね、うん、横にしてくれる。そう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 、この薄っぺらいダミーのライドウォッチです、うん、だからここに本物が入れられますね。よいしょ。あ、こんな感じ。これでなんか完璧になった感じだね、うん、お、顔もやっぱり動く。そうそうそう、だからいろんなライドウォッチがここにセットできるんだね、うん、あ、これでさ、あ、完璧版だ、これで完璧だ。それで今顔をね、ビルドライドウォッチにしたね。そう、ビルドライドウォッチにしたんだけど、この場合はですね、この腕にドリル、そう、なんと RKF のドリルを合体、ビルドアーマーのドリルをね、くっつけられる。ちょっとちっちゃいんだけどね。そうだよね、うん、これがタイムマジンビルドモードだよ。あー、そか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 、うん、さあ、はい、じゃあタイムマジンにいろんなライドウォッチセットしてみましょうか、うん、まずはゲイツだね。おー、次にエグゼットだね。続いてゴースト。次はドライブだね。はい、続いてウィザード。次はフォーゼだね。はい、次はキバー。次はデオーだね。続いてカブト。次は響き。はい、続いてブレイド。次はファイズ。で、最後が龍騎だね。はい、それで今ね、これがロボットの状態でバトルモードなんだけど、ビークルモードにすることができますね。ビークルモードにするときは、まずまたお顔を外し、で腕をガッチョーンガッチョーンガッチョーン、肩パーツを前に持っていくとね、くっつくようになってるんだね。よいしょ、はい、そしたら今度はこの腕の部分を上に上げます。ドン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 、だんだん見覚えのある形になってきたね、うん、そしたら腕のパーツの部分をひっくり返してくっつける。そしたら足の部分を折り曲げてね、うん、
はい、こちらがビークルモードですね。うん、どうなんだろうね。ちょっと若干まだロボ感が残ってるけど。そうですね。はい、続いて付属していたオーズライドウォッチですね。じゃあ、絶縁シートをまず取っちゃいましょう。うん、そしたら鳴してみようか。うん、はい、オーズだね。うん、オーズは2010って書いてあったかな。おう、うん。おいいね、うん、はい、では軸ドライバーで聞いてみましょう。はい、軸ドライバージオートオーズだね。うん、ちゃんと言った。高トラバター、うん、ー必殺技お願いします。はい、続いてこちらはキャンペーンでもらったゲームライドウォッチですね。これはデラックス版ではないんだな。そうだね。なぜかというとこのボタンが一つしかないですね。うん、はい、でも一応ダミーだけどこのボタンを押せるように、そう、押せるし、このダイヤルも回せるようになってるね。うん、はいはい、じゃあ鳴らしてみましょう。うん、ゲーム、はい、神の才能を持つライダーなんだね。で、ダイヤル回してみましょう。で、光るギミックがないんでね、うん、こういう感じですね。じゃあゲームライドウォッチを時空ドライバーモードにします。はい、時空ドライバー、 OK。いきます。はい、必殺技いきましょう。タイムジャッカーはいないか。お前か。最近仮面ライダーの力を奪ってるって聞いたぞ。君は確か仮面ライダードライブ、すっごいでかい。うお、やっぱりだ。おかしいと思った。明らかに悪のロボだろお前。いや違う、僕は仮面ライダージオウだ。いやいや、ジオウじゃねえ、完全にロボって書いてあるだろ。ああ、これはロボだよ、タイムマジーンだ。行くぞベルトさん。 OK しんのすけ。あーたー、うわっ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 、なかなかやるじゃないか。なら、ライドウォッチを変えよう。何？ライドウォッチを変える？何？顔がない、顔がガシーン。お、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 あ、今のは、間違いなくドライブの力を奪ったな。お前、君は仮面ライダーゴーストだ。やっぱでかい。君の方が器でかいだろ。ロボって書いてあるぞ体に。あ、これはタイムマジンだよ。許せない。命燃やすぜ。はぁ、あ、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 ダブルパンチ。はぁ、あ、はぁ、あ、スノッチ。はぁ、あ、ならライドウォッチを交換しよう。ライドウォッチを交換する？ダーン！あ、う、うお、あー！やったね！ラ
らの力を手に入れた。俺たちの力奪わないで。はい、ということで今回は仮面ライダージオのデラックスタイムマジーン&オーズライドウォッチでした。はい、ということで今日の動画がもしよかったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクをお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください、うん、それと今回のおすすめ動画この辺りに出てますのでぜひチェックしてみてください。チャンネル登録はまだなかったりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。